こんにちは、水菜です。この動画では YouTube の画面の見方というか、説明欄とか概要欄でどこなのとか、急上昇ってどうやって見るのみたいなことをやっていこうと思います。前にも同じような動画何個か上げているんですけれども、ちょっと画面が変わっているのと、前回に作った動画がやたら長かったのでね、もう私が見ててもだるい感じなので、ちょっとサクッと作ってみようと思います。まず今開いている画面っていうのは、チャンネルのホームのページですね。このチャンネル名をクリックすると開くページがここになります。で、ここにいろいろタブがあって、ホームとか、動画っていうのを押すと、過去にアップされた動画がずらーっと時系列で並んでいます。で、この並び順っていうのはここの並び替えっていうところで、古い順とか視聴回数の多い順とかで並び替えることができます。再生リストっていうのはこの人が作った再生リストですね。それが並んでいます。公開にしているものだけ見れるようになっています。はい。そしてコミュニティっていうのはチャンネルによってはない人もいるかもしれないんですけれども、ブログみたいなお知らせみたいなものが投稿できるようになってます。チャンネルっていうのはこの人がチャンネル登録をしているチャンネルが並ぶんですけれども、ここはね、非公開にできるので見れない場合もあります。で、概要っていうのはこのチャンネル全体の説明ですね。このチャンネルはどういうチャンネルですよとか、お問い合わせ先とかね、そういうのが書いてあります。動画の中でよく概要欄にリンク貼っときますねとかって言ってることがあると思うんですけれども、その場合の概要欄っていうのは、ここじゃない場合があります。それぞれの動画の下に説明欄っていうのがあるんですけど、それがね、人によっては概要欄って言ったりするんですよね。で、それはパソコンの場合だと、動画の下のタイトルがあって、その下にチャンネル名とかアイコンがあって、その下に少し2行か3行書いてあって、もっと見るっていう風になってると思うんですね。そこを開くと、ざーっと、この動画の場合は目次があるので、こう時間をクリックすると、この該当の場所にピョンといきなりね、飛んで、そこから見ることができるようなものがあったりとか、商品レビューなんかをされている方は、その商品の販売ページに飛ぶリンクが貼ってあったりとか、いろいろな使い方をされていると思います。ここを私は説明欄と言っていますが、YouTuber さんによっては概要欄って言ってる方もいると思います。で、その下にコメント欄があります。今このチャンネルはこの人がログインして入っているのでチャンネル登録済みになっているんですが、チャンネル登録をまだしていない場合はこんな感じになっていると思います。このチャンネルを引き続き見たいなっていう場合はチャンネル登録をして、このベルのマークのすべてっていうのを押しておくと、このチャンネルで新しい動画がアップされた時にお知らせが来るんですよね。お知らせっていうのはパソコンの場合はここになります。ここを押すと、このチャンネルの人が動画をアップしたよとか、ライブ配信やってるよっていうお知らせが来ます。これをね、すべてにしていないと、それが毎回来なかったりするらしいです。はい。で、この動画が良かったなと思ったら、高評価ボタンを押してあげるとか。で、低評価も押せるんですけれども、最近数字が出ないような仕様になっているみたいです。この動画他の人にも見てもらいたいと思った時は、この共有というところをクリックすると、URL が出るので、これをコピーして相手に知らせてあげます。または Facebook でシェアしたり、Twitter でシェアしたり、メールに送ったりっていうことができるようになってます。で、あとは字幕を表示させたいときね、これを押せばこんな風に自動的に YouTube が字幕を表示させてくれるんですが、ちょっとね、こんにちは水菜ですっていうところの水菜がこんな感じになっていたりします。固有名詞なんかはしょうがないかなと思いますが、そんな機能もあります。それから、設定のところで、ちょっとね、このアノテーションっていうのは説明省くんですけれども、再生速度をここで選ぶことができます。私の喋り方がちょっと早すぎると思った方は、こっちの 0. いくつの方を選んでいただくと、ちょっとゆっくりの再生になります。で、もうちょっと早く聞きたいという場合は、こっちですね。スピードをアップすることができます。そして字幕のオンオフですね。ここで字幕のオンオフをすることができたりとか、あとは画質ですね。選ぶことができるんですが、私はこの動画をフル HD でアップしているので、最高 1080p で見ることができるんですが、ちょっと外出先とかでネットの環境があんまり良くないとか、通信の容量を使いたくないっていう場合は、ちょっと画質を落として見ることができるようになっています。こうやって選ぶと、ちょっとね、画質は悪くなるんですけれども、読み込みが早かったりします。ここの数字がいくつまで表示されるかっていうのは、もともとそのアップされている動画の解像度によるので、ここはちょっと違ったりすると思います。はい。で、このミニプレイヤーっていうのは画面の右下にこうやってプレイヤーがちっちゃくなって、で、他の作業がね、できるようになっています。で、また戻したいときはこの矢印を押すと
元の画面に戻ります。でこっちはシアターモードって言って、これを押すとね、画面がバーンと大きくなって、横におすすめの動画が出ていたやつがなくなります。でもう一回押すと戻るって感じですね。でこれは YouTube をテレビで見たい時に使うんですけれども、ちょっとこの説明は長くなるので省略します。でこれは全画面で見たい時ですね。こんな風に大きく見ることができます。戻りたい時はエスケープキーを押します。はい、まあそんな感じですね、画面は。でこの YouTube のロゴを押すと YouTube 自体のホーム画面になるんですよね。でここにあなたにおすすめの動画が並んでくるって感じです。で前は急上昇っていうのがここにメニューであったんですけれども、最近なくなったみたいで、急上昇どこで見るかっていうと、この検索っていうところをポチッと押すと、この中にここに急上昇とかいろいろカテゴリー分けされてあります。はい、でチャンネル登録している人のリストを見たいときはここですね。登録チャンネルの下にずらーって並ぶんですが、このアカウントではこのチャンネルしかチャンネル登録していないので一つしか表示されないんですが、まあここにねずらーっと並びます。はい、それから昨日見たやつとかさっき見たやつもう一回見たいっていうときは、この履歴っていうのを押せば過去に見たやつがずらーっと並びます。まあ、ざっくりそんな感じですね。で、YouTube 全体で動画を探したいときは、ここの検索ボックスに単語を入れて検索すれば、YouTube 全部の中から該当の動画を探すことができますし、あとはチャンネルの中でね、このミズナのチャンネルの中で動画を探したいとき、私のチャンネルも今180ぐらい動画があるので、バーッと見てるとわかんないという場合は、ここでですね、この検索マークを押すと検索ができるようになっていて、例えばワードプレスで検索するとワードプレス関連の動画だけがこうやって出てきてくれたりします。例えばもうちょっと細かいキーワードで画面共有で検索したとしますよね。そうするとこんな風に画面共有に関連する動画が出てきてくれるんですが、これは動画の中身を YouTube が見てくれて探してきてくれるわけじゃないので、この動画を作った人がね、タイトルとか説明欄の中に画面共有っていう言葉を使っていないと検索に上がってきてくれませんので、その辺だけ注意してください。例えば、同じような動画をグループ分けして、後でまとめてみたいっていう時なんかに再生リストを作ることがあると思うんですけど、その再生リストっていうのはこの保存っていうところで作ります。これをポチッと押すと、まあ今ね、このアカウントでは再生リストを1個も作っていないので、後で見るっていうのだけ出てくるんですが、別に再生リストを作りたい場合は、ここの新しい再生リストを作成っていうところを押して、どんな名前の再生リストにするか名前を作ります。その場合にチャンネルがないとこんな風な表示になります。チャンネルを持っていないとチャンネルをまず作ってくださいよっていう風に出てくるんですけども、もうこのチャンネルの作り方については別に動画作ってあるのでそちらを参考にしてください。今回はこちらはキャンセルにしときます。はい、じゃあちょっとチャンネルのあるアカウントに切り替えたんですが、この動画に関連するものをいくつか集めてまとめて後で見たいっていう時に再生リストを作ります。その時は保存っていうのをクリックして、新しい再生リストを作りたい時はここをクリックします。そうするとリストの名前を作れるので入力して、他の人には見られたくないっていう時は非公開ですし、いろんな人を見てもいいよという場合は公開、そしてその再生リストのリンクを知ってる人だけが見れるという場合は限定公開を選んで、そして作成をします。そうすると再生リストが作られて、そこにこの動画が追加されたっていうことになるんですが、その見方はいろいろあるんですけど、この YouTube のロゴをクリックして、そしてこの左側ですね、今1個しかないんですが、ここの Zoom の使い方っていうリストがあるよっていうふうに、あとはこのライブラリーっていうのを押すと、ここにいろいろ過去に見た動画のリストとか、あとは再生リスト、ここに作ってある再生リストが並ぶことになります。このライブラリー押すのが一番わかりやすいかなと思います。また別の動画を再生している時にこの保存っていうのを押して、で Zoom の使い方にチェックを入れて×で閉じると、この動画も再生リストに追加されたことになります。今ここ1って書いてありますけど、これ全て表示っていうのを押せば、
ここにね、その再生リストに含まれる動画が入ってて、今2個になってますね。さっきの1っていうのは何なのかなと思うんですけど、ここに一応2つ動画が入っていることになります。で、ここを入れておけば順番に見れるよということになります。私のチャンネルでも、この再生リストっていうのをいろいろ作っていて、このね、Zoom の使い方の再生リストも作ってあるんですが、こんにちは。これね、58個動画があるので、こうやってずら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 と上から順番に見ていくことができるようになっています。まあ、このチャンネルから一個一個動画をクリックして見ていってもいいんですけれども、今回はちょっと Zoom のことを調べたかったのにっていう時に、一個動画を見終わったら次に全然関係ない動画が再生されてしまったりするので、まあ、集中して Zoom のことを見たいという場合は、この再生リストのところから Zoom を開いて見ていただけば、もうね、ずーっとほっといてもこの順番で再生してくれるのでいいかと思います。はい。では、スマホの方も簡単にやっていこうと思います。例えば、動画を1個見ているときですね。まだチャンネル登録をしていないときは、ここの登録済みっていうところが赤くチャンネル登録っていう帯になっていると思うんですが、そこをタップしてね、パソコンのときと同じような感じで登録します。で、お知らせはどこに来るかっていうと、この上にベルのマークがあるんですけど、ここにね、1個2個とかってお知らせが来ます。こんな感じで。で、急上昇はどこで見るかっていうと、このホーム、のアイコンをタップして、で左上に検索っていうのがあるので、ここをタップするとここに急上昇っていうのがあります。チャンネル登録している人の動画だけ見たいという時は、ここの登録チャンネルっていうところを押せば、自分がチャンネル登録している人が新しくアップした動画っていうのがここで見れるようになっています。で、右のライブラリを押すと、視聴履歴とか、あと再生リストとか見ることができます。で、再生リストに追加したいときは、ここの保存っていうのをクリックして、左下に Zoom の使い方に保存しましたって出て消えてしまうので、変更したいっていうときは、もう一回この保存済みを押すと、全部の再生リストが表示されるので、変更したいときはそこにチェックを入れて、間違ったやつのチェックを外して、完了をタップすると変更することができます。例えば、押したときにすぐ気がついて、サクッと変更したい場合は、ここで変更っていうのをタップすれば画面が開くので、ここで保存したいところを選んで完了をタップします。で、スマホの説明欄はどうやって見るかっていうと、動画のタイトルをタップすると、こんな風に下からニュッと説明欄が表示されます。もっと見るをタップすると、こんな風に説明欄全体が見れるんですけれども、この動画はね、目次を設定しているので、このもっと見るのところでこういう風に表示されている目次が、こんな風にサムネイル付きの目次っていうのも下に表示されています。まあね、ちょっとスマホの場合説明欄分かりにくいんですけれども、このタイトルをタップですね。閉じるときは×をタップ。そしてチャンネル名の下にコメントがあるので、ここを押せば過去にコメントくれた方が表示されるって感じです。で、チャンネルのアイコンとかチャンネル名をタップすると、このチャンネルのページに飛ぶっていう感じになっています。はい。で、スマホの場合の速度調節とか画質とか字幕とかっていうのは、この右上のポチポチですね。ここを押します。ちょっと横にした方が大きく見えるので、これで見たいんですが、画面をタップするとこんな風にね、メニューが出てきますので、この右上のポチポチをタップします。そうするとこんな風にいろいろメニューが出てくるので、速度を変えたいときはこの再生速度ですね。これをタップして、速いのか遅いのかっていうのを選びます。それから、画質はここですね。ここで選ぶことができます。高画質とか選ぶことができます。そして字幕がね、今オフになっているので、オンにするときはここですね。これは日本語が選べないので、ドイツ語かオフしかないので、キャンセルでいいかな。で、ここにもちっちゃいアイコンがあって、CC って書いてるのが字幕なんですけれども、これをタップすると字幕がオンになります。で、もう一回タップするとオフになります。で、ここの再生マークは何かっていうと、今これがオフなんですけれども、オンにしておくと、この次に並んでいるものが順々に自動再生されるっていうことになります。一言で YouTube って言っても、その見るだけの人と、あとはチャンネルを持っている人とで、見る場所が違うと思うので、まあ、基本的なことだけ今回はお話しさせていただきました。はい、簡単ですけれども、以上です。